はい、元木チャンネルであります。今日の題は男子 1500m 同一レースで4選手が3分30秒切り、2021ダイヤモンドリーグモナコ、ティモシー・チェルイオット選手がパーソナルベストで優勝です。台本読み進めながら進めていくんで、皆さんは私の方を見なくていいんで、こっちのテロップ入れてる方注目してください。で、台本読みながら進めていくんですけども、台本読み間違う場合があるんで、その場合はテロップの方が正しいと思ってください。それでは進みます。その1500の大会、男子のリザルトは優勝チェルイオット・ティモシー選手、ケニア3分28秒28、2位はカティーヤ、これ動画でカティーヤと言ってるんで私はカティーヤと言おうかと思います。カティーヤ・モハメッド選手、これネットの記事は ESP と書いてありますが、国籍はスペインですね。3分28秒76、3位はインゲブリグッドセン・ヤコブ選手、発音が難しい、発音しにくいんでヤコブ選手ということにします。ヤコブ選手、ノルウェー、3分29秒25、4位はマックス、わかんねえ、スチュアート選手、オーストラリア、3分29秒51、AR と書いてあるんですが、エリアレコード、オセアニア新記録だと思いますが、ウィキペディアにはまだ古い記録が使われているようです。5位がシモトゥ・チャールズ・チェボイ選手かな、ケニア、3分30秒30、このレースでの完走者は13選手ですね。ですけど、レース再開の13番目の選手よりも日本記録はこれよりも遅いです。今回の動画の情報源はトータルランニングプロダクションズっていうチャンネルのインクレディブル、1500m ヤコブ選手 VS ティモシー・チェルイオットホニャララからであります。その大会の前、つまり 1500m3 分間切りの選手が4人だった。その大会前までのパーソナルベストは、ティモシーかな、チェルイオット選手が3分28秒41、歴代7位、2018年7月20日にマーク。これは今回3分28秒28に更新しましたけども、同じく歴代7位のまんまですね。ヤコブ選手は3分28秒68、まあ、現在もこのタイプがパーソナルベスト、歴代8位です。ちなみに当時歴代6位だったモー・ファラー選手、3分28秒81、2013年7月15日幕は現在歴代13位ですね。もちろん長距離選手としては史上最速です。モー・ファラー選手は国籍はイギリスですね。ウィキペディア英語版では東京オリンピック代表は1万メートルのみで狙ったようですが、タイムが条件に及ばず代表落ちのようです。5000も1万もマラソンも代表にはなってないようですね。ファラー選手、去年1時間競争で世界新記録を出した時は5000または1万メートルで、オリンピック史上初の3連覇いけるかなと私は思ったんですけども、オリンピックの1年延期がファラ選手にしては年齢的に厳しかったようです。ちなみにゲイレン・ラップ選手は去年2月のオリンピックトライアルのマラソンでは勝っているようですが、トラックでの代表は逃しているかと思います。なんか永年の切り足がなくなったとか、なんかどっか記事で見たような感じがします。次、6月中旬、今年ですね、今年の6月中旬に2021、ケニアンオリンピックトライアルズ1500、これ、トラップ、英語にしてると思いますが、ケニアの1500の代表選考会、1位はチャールズ・シモーという選手かな、3分33秒02、2位がカマールエッティヤング選手3分33秒12、テレビここはちょこっと開きますね。
サインがアベル・キプサング、あ、これは私も発音できますね、読みますね。アベル・キプサング、3分34秒36。4位がティモシー・チェルイオト選手、3分34秒62。本来であれば、これ、上位3名がそのままオリンピックの代表で、しばらくはこれで内定だったんですけども、2位のカマール・エッティ・ヤング選手かな、これがちょっとオリンピック代表から除外されまして、内訳はちょっと理由の説明は省略します。で、4位でゴールだったティモシー・チェルイオト選手が繰り上げ当選ということですね。ティモシー・チェルイオト選手は一昨年のドーハの世界選手権、世界陸上の1500の優勝者ですね。で、話は戻って1500のドイツレースで4選手が3分30秒ギリ出した。そのレース、ラップタイムは 400m が54秒 20、800m が1分50秒 75、ラップタイムは56秒 55、1200は2分48秒 46、ラップタイムは57秒 71、1500ゴールは3分28秒 28、ラップタイムは39秒 42。ここで広告を入れたいと思います。広告どうぞ。はい、広告出ましたでしょうか。日本人の私からすればエグすぎる速さでありますが、エルゲルージの世界記録はもちろんこれよりも速いということですね。400m54 秒20の通過はペースメーカーの通過タイムですね。それに続く集団は55秒ぐらいの通過かなと思います。400m55 秒通過なんですけども、シャカリヒダッシュでなくって普通にランニングしてるようにしか見えないんですよ、選手の皆さん。私が見た感じではやっぱりグイなって私は思いました。数ヶ月前にチャンネルトータルランニングプロダクションズで動画のネタで1500、3000、5000合計でのタイム、みたいなのがありまして、次、これは現在でのランキングでは1500、3000、5000のトータルのタイムですね。1位がダニエル・コーメン選手、23分29秒20。2位がケネニサ・ベケレ選手、23分35秒49。3位がハイレ・ギュブラ・シラ・シーかな、そう難しいな、コーデさん。コーデさん。23分38秒21。4位がヒシャム・エル・ゲルージ選手、23分39秒33。5位がヤコブ選手、23分44秒18。6位が、これ、昨日かおとといまで知らなかったんですけど、選手のこと知らなかったんですけど、6位がアリ・サイディ CF かな、選手、23分45秒33。7位がモハメド・カティヤ選手、23分47秒90。8位は飛ばして、キプチョゲ選手、23分47秒39ですね。ここで、キプチョゲ選手についてちょっとお話したいと思います。キプチョゲ選手のマラソンの連勝記録が10で途切れたのは動画で出しましたが、2021年オリンピック、今年ですね、2021年オリンピックの準備として、今年4月にはオランダで2時間4分30秒で勝っているようですね、とウィキペディアの英語版では。札幌でのオリンピックマラソンでは連覇を期待したいですね。次、今回の3分半切り4選手のレースで2位に入ったモハメド・カティヤ選手にフォーカスしたいと思います。カティヤ選手、従来の自己ベストは3分33秒62で、今回ニューベストで3分28秒76でしたですが、1500みたいな短い距離で5秒も短縮したんですね。カティヤ選手は1998年2月17日モロッコ生まれの23歳、現在国籍はスペインです。ここでモロッコに中長距離で著名な選手がいたんですけど、ちょっと説明は省略します。ご存知の方がいましたらコメントいただければ嬉しいです。モロッコ、
ウィキペディアでは、カティーヤ選手、英語版では、記述は少なめですね。正式な日本語版のウィキペディアの記述、カティーヤ選手のはないようです。カティーヤ選手のパーソナルベスト、1500は3分28秒76。今年の7月9日にマークしました。で、テロップ入れてると思うんですけど、そこ、ちょこっと開きますね。3000m は7分26秒64、今年の7月13日にマーク。5000m は12分50秒79、今年の6月10日にマークしました。これは世界歴代27位ですね。3種目ともスペイン記録なんですけども、1500の自己ベスト3分28秒76は、3種目ともスペイン記録なんですけども、1500の3分28秒76は前の従来のスペイン記録保持者、カチョ選手ですね。カチョ選手。陸上競技に分かる、陸上競技に詳しい方だったら分かると思うんですけど、視聴者の皆さん、カチョ選手分かりますか？ちなみに800のカティーヤ選手の自己ベスト1分51秒84。持ちタイム800はあんまり速くないんですけど、まあ、タイムは測らないことには自己ベスト出ませんので。カティーヤ選手は、容姿、ルックスですね、容姿がイギリスのデイビッド・ベドフォード選手に似てるかなと私は思いましたけども、これ見ている視聴者さんはおそらくは、男子1万メートル元世界記録保持者のデイビッド・ベドフォード選手のことは多分知らないと思うんで、ここは詳しい説明は割愛させていただきます。まあ、ヒゲが生えているということですね。ヒゲの顔が似てるということで、チャンネルトータルランニングプロダクションズのカティーヤ選手をフォーカスした動画では、カティーヤ選手はどの種目でメダルを取るのかと言っていました。東京オリンピック男子 1500m、5000m では、ヒゲが特徴的なカティーヤ選手に注目しましょうということです。はい、長い動画でしたが、見てくれた方、どうもありがとうございました。